チッピーちゃんズの陸上自衛隊あるあるテレビ視聴編。あ、自衛隊のドラマやってる。ええやん、ええやん。脱毛時に挙手の敬礼したらいかんやろ。そこは重度の敬礼やろ。あ、しかも角度甘い甘い。あ、もう、チッピーちゃんズの陸上自衛隊あるある SNS 編。あ、久々に崎山くんツイートしてる。あ、自衛隊イベント行ったんや。あ？戦車すげえ。戦車しか勝たん。いや、これ RCV やん。戦車やないやん。うわ、CCV のことも戦車って書いてる。もし、崎山くん。9月21日付のツイートなんやけども、あれ戦車やなくて、87式偵察警戒車に訂正しておいた方がいいよ。チッピーちゃんズの陸上自衛隊あるある靴磨き編その2。しゃ、3時間かけて磨いたからな。バッチリや。せっかく磨いたのに。先輩、ちょっと聞いてくださいよ。昨日班長が3時間もかけて磨いたのに、階段で傷つけちゃって、もう最悪ですよ、ほんまに。でもそんなことよくあるから、大丈夫大丈夫。どうしたん？元気ないやん。いや、もう昨日の班長がのことが気になっても。まだ言うてんの？また磨いたらええやん。もう食欲ないわ。どうしたん？体調でも悪いん？いや、班長課の傷が気になって。いつまで言うてんねん。もうええわ。あ、磨け。チッピーちゃんズの陸上自衛隊あるある武器搬出編その2。武器出し開始。次の集合0930。はい。お、頑固に持ったか。はい、異常なし。おい、方向盤出てないぞ。あ、自分出します。脱落防止もう一回見ろ。お、証文300。ドライバー車前に車両持ってこい。とにかく急げ。何これ、銃剣全然つか、やばいやばい。あー、もう、あー、もう、あー、もう一回弾道全部外そう。チッピーちゃんズの陸上自衛隊あるある靴磨き編その3。あ、みんな休みやし一緒にご飯でも行かん？行く。行こう。あ、私靴磨きもう少しかかりそうやからちょっとやめとくわ。焼肉美味しかったな、あれ。もうむっちゃ最高やった。ん？まだやってるん？ここの傷がなかなか埋まらんのよな。チッピーちゃんズの陸上自衛隊あるある空挺式体力向上運動編。今から空挺式体力向上運動するぞ。はい。1、2、3、1、1、2、3。ちょっと待って、これいきなり跳躍から始まるん？きつっ。え、いきなり跳躍はアキレス腱切れるって。え、しかもこれ何回やるん？むっちゃ長くない？長っ、きっつ、しんど。やばい。あ、先輩、空挺式体力向上運動むっちゃ疲れました。まあ、あれは体力向上運動というより体力消耗運動やからな。チッピーちゃんズの陸上自衛隊あるある、サンホーネットさんのあるある偽装編。お、偽装しろ。はい。神岡西、偽装枯れてるで。え、さっきつけたばっかのにもう枯れてる？そういうのは枝ごといかんと。枝ごと。
あ、そやな、ちょっと名高間借りてくるわ。チッピーちゃんズの陸上自衛隊あるある祭壇譜編。ちょっと私銃口投資取ってくるわ。もう銃口投資終わるから私の使ったら。自分で出すのはめんどくさいやろ。え、いいの？助かる。はい。え、祭壇譜汚っ。あとその銃口投資使い終わったら格納しといてな。じゃ。ありがたいけど汚い。綺麗な祭壇譜取ってこよう。チッピーちゃんズの陸上自衛隊あるある武器整備編その6。射撃後やししっかり銃口通していこう。祭壇譜ちょっとでかい気するけどこの方が綺麗になるやろ。あれ銃口通し抜けんなった。あれやばい。あ、全然抜けん。ちょっとこれはやばいよ。斉藤医師ちょっとそっち持って行くで。せーの。せーの。もう全然あかん。チッピーちゃんズの陸上自衛隊あるある。買い物編。いらっしゃいませ、どうぞ。お客様、何かお探しですか？ちょっと肌寒くなってきたんで、アウター欲しいなと思って。それならお客様、新作でむちゃくちゃ可愛いの入ってきてるんですけど。え、どんなんですか？これです。あ、私自衛隊で毎日迷彩着てるんでいいです。失礼しました。チッピーちゃんズの陸上自衛隊あるある、いろんな迷彩編。あの人の服、迷彩柄や。あ、あの人も。あ、あの人の着てる迷彩柄。あの人、自衛官なんかな。だとしたら、どこの駐屯地の人？あ、気になるなぁ。チッピーちゃんズの陸上自衛隊あるある。おじさんの帽子編。あ、あのおじさんの帽子、月桂樹ついてる。チャンネル登録よろしくお願いいたします。